日本東京都港区元麻布元麻布は東京都港区の地名。麻布地区総合支所管内にあたり、現行行政地名は元麻布1丁目から元麻布3丁目。郵便番号は106-0046。隣接する南麻布と同じく、江戸時代は町外れで、農耕地、雑木林、町屋、大名、小名の下屋敷からなる換算とした地域であった。 明治より大正時代にかけて町づくりがなされ太平洋戦争終結後は国際的な盛り場として発展していく六本木資金ということやよそから移動した大使館が加わったことも相まって徐々に今日の国際色豊かな都心の高級住宅街へと変貌を遂げていった町名は江戸時代麻布村の中心地であったことに由来する現在のところ文献に アザブの名が登場するのは、戦国時代末期の1559年、小田原の北条氏の軍役副課大長、小田原州所領役長に、アサヌのとあるのが最初とされている。江戸時代に入っても、アンザブ、アサフ、アソウ、アソウなど様々な表記が混在していたが、江戸中期の明暦年間に至り、ようやくアザブの表記が定着した。当時、この地で、 アザブの生産が盛んだったからとも言われるが、定かではない。かつてはアイヌ語由来説も唱えられたが、現在では否定されている。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。